花崗豚、石岩に隠された真実。こんにちは、春雷です。偉大と称される武将には必ずと言っていいほど信頼のおける優秀な重臣がいます。曹操にとっての重臣は花崗豚にあたります。冷静沈着で武勇に優れた石岩将軍と異名を持つ彼は、曹操に最も近い存在として抜群の信頼を寄せられていました。今回は花崗豚についてのお話です。石岩の武将花崗豚。そもそも花崗豚と曹操はいとこ同士であり、血のつながりのある親戚同士です。14歳の頃、学問の師を侮辱した男を殺害してしまうほど激しい気性を持つ一方で、余分な資産は困っている人に分け与え、自分は学問に熱中するような清廉な人物として領民や部下に慕われていました。無名であった曹操を挙兵してからずっと支え、副将として従いました。東軍大使として白馬に駐屯した時には優秀な人材を集め、その中には漢口や天意がいました。東建討伐の遠征で陳宮が張伯と呂布を引き入れて謀反を起こした時、曹操の家族を守るため駆けつけた花崗豚は呂布と交戦します。敵の策にはまって捕らえられるも、部下の漢口に無事に助け出され、最後には反乱者を逮捕し処刑します。武官として評価が高い花崗豚ですが、このように計略にかかり捕虜になるなどの失態がいくつか伝えられています。しかし曹操の遠征中に国政を治めたり有能な人材発掘をするなど、武官としてより文官としての資質の方が高かったのではないかという声もあるようです。呂布討伐に花崗豚が従軍した時、流矢で左目を失ってしまいます。この怪我をした時から花崗豚は石岩の武将と呼ばれることになります。その後曹操の勢力拡大に伴い順調に出世し、要職を歴任します。しかし昇進を続けていたにもかかわらず、治水工事をはじめとする大変な土木工事に自ら従事して民を助けたと伝えられています。曹操がいかに花崗豚を信頼していたか、逸話として残される花崗豚は曹操の寝室に臣下の中で唯一出入りできる人物であり、臣下の礼を取らないでよいという特別待遇を受けていたことからも感じることができます。しかし花崗豚自身は頑なに君臣の節度を守り続けたと伝えられています。裏切りが多かったこの時代に曹操から絶対的な信頼を置かれていたのは、熱い忠義心と清廉潔白な性格の持ち主だったからに他なりません。花崗豚の墓からは重要な要職を歴任し出世を遂げた人物であるにもかかわらず、副葬品は剣一本のみが納められていたそうです。このことを知り、春雷は花崗豚を清廉潔白な性格だなと感じるようになりました。財産ができるたびに周囲に分け与えてしまっていたため、副葬品は一本の剣だけ、財宝の類は一切なかったという事実が花崗豚の人となりをすべて表していると思います。曹操が亡くなって間もなくして花崗豚も亡くなってしまったということも気になります。二人の年齢が近いことから寿命だったのかもしれませんが、曹操に対する忠誠心が強すぎたあまり心の拠り所がなくなってしまい、気力が失われてしまったのではないかとも思えるのです。皆さんはこの花崗豚の最後はどのように感じましたか？花崗豚、生死と演技の違い。三国志演義で花崗豚は董卓討伐で曹操に従い出陣し、董卓軍の猛将徐英を討ち取ります。徐英は直前の戦で曹操の肩に矢を的中させていた人物。花崗豚は槍で戦い曹操の無念を晴らしたのです。また演術軍の武将姜水までも討ち取る活躍を見せました。三国志演義での花崗豚は気性が激しく、一騎打ちにも長けた武神として描かれています。
気性の激しいエピソードとして分かりやすく語られているのは、曹操とともに呂布討伐に行った戦で敵の将軍曹正が放った矢が左目に直撃してしまった時の話です。なんとか高遁は、この目は父の姓、母の血、捨てるわけにはいかぬと射抜かれた左目を矢に刺さったまま抜き取り食べてしまったという信じがたい豪傑ぶりが描かれています。その後、下高遁は曹正が次の矢を使える間もなく顔面を突き刺し勝利を収めたということです。赤眼になってしまった当初、下高遁は自らの顔を鏡で見ることを嫌い、嫌悪感をあらわにし鏡を投げ捨てたと伝えられています。周囲からは下高遁は猛下高と言われ、同族の下高遠と区別されていたことも陰口と捉え嫌っていたという話さえあります。現在は赤眼のかっこいい武将と描かれ人気もある下高遁ですが、本人にとって赤眼は大層嫌なことだったのだろうと察することができます。他にも下高遁は関羽と勝負する場面もあり、関羽に対しライバル心を持った気性の激しい猛将だったとも演技では語られています。しかし生死において下高遁は武漢というより文漢寄りに書かれています。清廉潔白、つつましやかで民衆にも優しい穏やかな性格であり、その上大軍の総司令官に抜擢されるなど癖がなく敵を作りにくい性格でもありました。また下高遁は干ばつなどで作物が不作だった時は自ら率先して堤防作りなどの土木工事を行い、民衆や兵卒たちの先頭に立って農業を手伝うことをしていたようです。学問に対しても熱心で、軍の遠征中であっても死を呼び寄せ熱心に勉学に励んでいたそうです。余罪が出るたびに民に分け施し離職に励むことはなかった三国志聖史の中では、下高遁は優しくて努力家、癖のない穏やかな性格な人物と描かれていました。演技と聖史正反対と言ってもよいほど下高遁の性格は全く違う姿で描かれています。どうしてこんなに違うのか、それは蜀の小さな劉備軍を善とした場合、蜀の数倍大きな魏曹操軍を悪として扱い、民衆の娯楽追求として描かれたものが演技だったからと思うのです。そうすれば必然的に劉備の配下の武将たちは善、曹操の配下の武将たちは悪として書かれていたのだと想像がつきます。正史の中の下高遁では全く悪役にはならないため、演技では良くない部分を強調して書かれてしまったのではないでしょうか。下高遁の最後、下高遁の死因についても正史と演技では違います。演技では曹操が晩年関羽の霊に悩まされ身体が弱くなっていきます。どんどん病状が悪化し、曹操はついに立ち上がることもできず病の床についてしまいます。曹操が危篤状態になった時、枕元に唯一下高遁が呼ばれます。その時下高遁もまた関羽の霊や曹操が殺してしまった者たちの亡霊を見てしまい、驚いた下高遁は倒れ、なんとそのまま亡くなってしまいます。これも蜀が善、魏が悪という三国志演技では曹操や下高遁が関羽を悪く扱ったというイメージを感じさせる、このように扱わなければならなかったのではないかと思います。対して正史においては、曹操の後を継いだ曹丕が軍事最高位の大将軍に下高遁を任命します。そして大将軍の任について数ヶ月後、曹操の後を追うように下高遁は亡くなってしまいます。死因は病死でした。死後はその功績を称えられ、曹操の廟に一緒に祀られました。演技であっても正史であっても描き方は違えど、下高遁は大変魅力的な武将だと私は思います。間違いないのは、信じた人を裏切らず忠誠を尽くす、裏切りが多かったこの戦国時代においてなんと頼もしい人物であったことか。
容易に想像することができます。味方であれば勇気をもらえる頼りになる武将、敵であれば存在自体に畏怖を感じるような稀な武将だったのではないでしょうか。当時のモノノフの気持ちになって物事を推測する、今後も三国志の世界を生きた英雄たちの物語を紹介していきます。三国志の中でも人気の高い武将夏侯惇、赤眼という特徴もさることながら曹操への忠義を貫いた姿に惹かれる方も多いのではないでしょうか。皆様の持つ夏侯惇のイメージやエピソードなどコメントいただけると嬉しいです。皆様の知見や感想、いつも楽しみにさせていただいています。このチャンネルを応援いただける皆様、高評価、チャンネル登録をお願いします。また皆さんのご意見や感想もコメントでいただけると励みになります。今まで一人で楽しんでいた三国志をこんなに多くの皆さんと一緒に楽しむことができて本当に嬉しいです。それではまた、再见。